こんにちは、ゆうゆうてヴァンガード担当です。今回はネクストさんとテストさんの対戦をお届けします。左手ネクストさんが、刀剣乱舞花丸デッキを、右手テストさんが、グランブルデッキを使用します。それでは対戦動画に移ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまずマリガンのところからですね、じゃんけんして、右手、ペストさんが先行になります。では左手の、ネクストさんからマリガン基準などをお聞きしていきたいんですけれども、はい、まあ、普通に順当にライドする以外に何かありますかね。あ、そうですね、G2 と G3 がなかったので、はい、まあ、G2 を多く引き込みたいデッキだったので、まあ、G1 の完全ガードも返す形でマリガンしました。はい、ありがとうございます。では右手のペストさんにもお聞きしていきたいと思います。はい、僕もメイン V のナイトローゼがなかったので、それ以外の 1,2 が揃って、あと引ければなと思って3枚戻しました。はい、ありがとうございます。はい、ではまず、右手ペストさんから、先行で、グレード1に順当にライドしてターン渡した形で、左手ネクストさんにもターンが渡って完全ガードにライドした形で、アタックした感じですね。はい、でこれはガードせず1点入った形でですね。はい、で右手ペストさんにまたターンが渡りまして、こちら順当にライドできた形で、リアガードを展開するかを考えている形ですかね。はい、で展開してバンガードからバンガードにアタック、でリアガードもアタックしてこのターン2点入った形ですね。はい、で左手ネクストさんにターンが渡って、ネクストさんも順当にライドできた形ですね。はい、でリアガードを展開していく形で、グレード1のこのリア効率に出したカードは何ですかね。これは、堀川邦弘って言ってですね、トップ4枚見て、G2 を1枚サーチして、はい、で、ハンド1枚総理に入れると、なんかハンドの質が、まあ、自動的に良くなるようなカードですね。なるほど、はい、で出てきたのが、ウィリアでヒット時に、山から、イチゴ一振り名称を1枚サーチ、守備位置でサーチできるカードですね。なるほど、はい、で出して V から殴っていく感じですかね。これで相手が、1番持ってなかったみたいで当たったんで、次のターンの超越コストになるカードをサーチできた感じです。はい、なるほど。あ、でここでグレード3が加わった感じですね。ファーストバンガードのこの後ろにいる子はどういった能力なんですかね。花丸をブーストした、バトルの終了時にソウルチャージ1できて、それから、2で、ソウルに入ると、守備を1回復できるっていう効果ですね。あ、なるほど、結構いろいろ能力がついている感じなんですね。はい、で右手ペストさんにターンが渡って、順当にグレード3にライドできた形ですね。はい、で、砲撃手を出してリアガードにアタックした感じですかね。そうですね、はい、で V もアタックして、 V は1点入った形でリアガードのアタックは防いだ感じですかね。そうですね、はい、でネクストさんにターンが渡って、こちらも順当にライドできた形ですね。今トップから引いたグレード3に乗った形ですかね。いや、持ってました。あ、持ってた、そうですね、グレード3ですよね。はい、で超越ボーナスで、はい、守備1で、ソウルチャージ1してから、トップを3枚見て、その中の花丸を1体コールします。でコールしたユニットにプラス2000ですね。はい、どんどんソウルが増えていくデッキなんですね。そうですね、ただそんなに吐けるデッキではないので、まあ、なんかただ溜まっていくだけみたいな。なるほど。でこれは、V の超越 V のテキストなんですけど、フクロウフェンリルと全く一緒です。なるほど、はい、これで、上に、まあ、クリティカルとかヒールを盛ることができる感じですね。で、で加わった G さんをそのままゴールしました。でこれで超越ボーナスでプラス2000入ってるので、V に殴り直すのかな。で1万要求だったので、あ、なるほど、そうですね、はい、でこれでプラス2000で切ります。で、これ効果で左側もプラス5000ですけど、どっちも1万円くらいですよね。はい、でこれはノーガードで、アイゼン国都市の真剣必殺で、スタンドします。はい、で、持ってあったクリティカルをめくって、1万6000かな、1万6000で次バンガードに
きますね。はい、結構押し込んだ形でペストさんはハンド1枚で、ダメージ4になりましたね。結構きつい展開ですか、どうですか。そうですね、序盤からガツガツ押し込まれちゃうと、あと初回のさっきのグローフェンリルと同じ効果のやつでトリガーとかもられちゃって、はい、やっぱ押し切るタイプのデッキなんで。なるほど、はい、初回まではゆっくりできないとちょっときついかなって感じですね。なるほど、はい、でここで、初回超越のガッシュになった感じですね。でこれで焼いた形ですかね。そうですね、はい、でバンシーテキストでソウルインでワンドロー。ここは場に出して、そうですね。ですね、今置いたトリガーが、バンガードがアタック時にソウルに入ってドローできるので、はい、無駄にならない。そうですね、無駄な消費がなく。はい、でこれも今、右のリアガードが殴ってる感じですね。そうですね、それもネグロボーンのスキルで、終了時にまたカード展開できるので。はい、ここはガード、ここでネグロボンのスキルでレイジ出してレイジのスキルでグルナッシュを出す動きですね。はい、はい、でここは V の攻撃で、相手はノーガードですかね。そうですね、でトリガーめくれず1点ダメージ。はい、で右側のリリアガードもアタックして、ここはガードした形ですね。で、アタックが終了して、エンドフェーズにフォローが処理されて、はい。で、今処理中ですかね。これでフォローの処理が終了して、ナイトローゼの GB に挟んで、はい、からリージコンして、これはフォロー状態じゃないですね、はい、結構アタックが終わった後もガシガシ動くんですね。そうですね、はい、で砲撃手のテキストで、ね、でこれはフォロー状態だったので退却までしました。はい、で、ターンが渡ってネクストさんのターンですね。はい、でストライド、そうですね、これクリティカルトリガーのテキストで、はい、地蔵に表の花丸があると超越コストの代わりになるので。なるほど、結構強そうなカードです、ね、そうですね。で、この互換が8枚入ってるんで、あ、超越は2回目の以降の超越はかなり安定します。なるほど、でこれ乗ったのが蛍丸花丸っていう、こうなんか、まあ、花丸界のギアネクストと呼ばれている、増えるんですね。増える V スタンド、あ、なかなかないですね。手札が増える V スタンド、ね、その代わり、リアが殴ってからじゃないといけないんですけど。なるほど、 そうですね、で、なんか今ハンドに持ってる G1 2枚のアイゼン国俊ってやつが、V が殴った時に真剣必殺で、スタンドするんですね、CB1 で。はい、で、スタンドしながらプラス4000。で、花丸の、蛍丸花丸のテキストを解決してから、アイゼン国俊を解決すると、なんか増える V スタンドで、まあ、横も起きてるみたいな。なるほど。ここは結構攻めていく感じです、ね。そうですね。シリが1個しかなかったので、アイゼンは1面は、リア裏に出しました。はい。はい。で、アタックフェーズ入って、リアガードから、バンガードにアタックで、ここはノーガード。はい。で、もう片方のリアガードもアタックして、ここはインターセプトで守った感じですかね。はい。で、ここで、刀剣乱舞会のギアネクストこと。そうですね。ホタルマルが起きて、はい、で、これヒールネクト。で、横のアイゼンが1万6000ですね、これ。はい。で、ウィスターしてアタックした感じですかね。はい。完全ガードとか、まあ、手札を守れる札は多そうで、ここは完全ガードでガードですかね。はい。で、リアガードのアタックも止めた感じですね。はい、なんとか、ペストさん守りきって、ペストさんのターンに渡りました。はい、ここで、ストライドですね。
ここは何に乗る感じなんでしょうか。新規のプロモのナイトローゼですね。このカードが出てから結構また見かけることが多くなったような感じですね、ナイトローゼ。そうですね、僕もこれの効果を読んだときにすごいなと思って、周りがガス抜き始めるぐらいで減らし始めるぐらいにはパワーカードですね。なるほど。こいつはどういったことができるんですか。ジゾン、ペルソナで CB1 でまずジゾンの数プラス1枚ドロップからカードをフォロー状態でコールできるんですよ。はい。まあコスパというかなんというか、まあ、軽いコストで大量展開できるっていうのもありますし、こいつ自身が3体以上コールするとクリティカルプラス1っていう重け効果も持っていて、なるほど。でなおかつバトルフェーズ開始時にドロップの、ナイトローゼ名称のカードだけユニット1体にパワー5000振れるんです、1枚につき、はい、なので非常に強力なカードですね。展開とクリとパワーとかもういろいろ結構全部乗せな感じなんですね。クリがこの盤面で上がるのも結構強そうですね。そうです。だってこれのおかげで、盤面の管理、ソールの管理がかなり簡単になったので、はい、今までちょっと使えるような場面もこの1枚で大体解決しちゃったので、なるほど、かなり回しやすいデッキになりましたね。はい。ここで、ナイトローゼのスキルですかね。ここで4枚コールですね。強いですね。強いです。本当に少ないハンドから盤面を埋め切ることができて、そうですね、展開にもう2兆熱目以降はほぼ手札使わないの、はい、じゃあ呼ぶカード考えてる感じですね。考えてる感じです。ネクストさんはどうですかね。ここは守りきれそうな三段がどうついてましたか。あ、そうですね、刀剣のGガーディアンがめちゃくちゃ数値が出るんで、おそらくこのターンは耐えれるかなみたいな感じで、まあ返しどうしようかなぐらいなんかこう結構悠長に考えてました、ね、なるほど。今ヒールトリガー2枚持ってる感じですかね。なるほど。ペストさんはこのターン詰め切ることを考えてました。このターンは、まあ一応4番は確定でできるので、はい、しかもちゃんとダメ取り関係なく、まあ、一応数値は取れるので、はい、できれば決めたいんですけど、まあ、前のターンヒールも見えてるし、はい、まあ、ハンドも6枚ってことで、まあ、で相手が4点ってこともありますし、まあ、決めきれたらいいなぐらいで、まあ、一応回収も考えながら程度ですね。これ出てきたガーディアンが、自分のダメージゾーンの裏のカード1枚につき、数値がプラス5000されて、でダメージゾーンが全部裏だったら、CC1 するっていう、まあ、かなり強いカード。そうです。僕はちょっと焦ってカード取ってもらいました。すごい強いです。CC1 してもガードの数値が減ってないみたいな。なるほど。そうですね。これ1枚ででは今ガード値が2万上昇だから3万5000が4万6000ですね。26だと完全みたい。なるほど。ただ僕がここでスタンドクリヒールってすごい強いムーブ引いてでここのパワーが確か4万8000まで上がってるので、はい、で完全ガードで止められて、でもう片方のダメージですね。でここは、まあ、次のパンチがもうまた同じ受け値できちゃうので、はい、に呼び出してもう一回アタックですね。はい、ここは守らないと、まあ、負けてしまう場面なので、そうですね、1万のクリティカルが次のターン超越コストになるので、まあ、おそらく返しはないだろうということで、まあ、Gガーディアン切っときますね。考えてる感じ。
じですね。この超越コストになるクリティカルすごい強いですね。そうですね。なんか50002枚で守るか考えたんですけど、はい、まあ、盤面を、まあ、次の他の盤面をまあ考えて、まあ、ガーディアンでいいだろうと。なるほど、はい、でここで G ガーディアン守ってアタックフェーズが一応終了して感じですかね。で、そうです。エンドフェーズにフォロー状態だったので、はい、その処理から始まって、ニックがまず山に帰ります。はい、次に、レイジーとグルマッシュを処理します。はい、で、これ、ニックから処理するのは、まあ、3枚でニックが落ちる可能性があるので、はい、まあ、ニックは優先的に先に使った方が良さそうですね。前のターンと同じような処理ですね。レジはフォロー状態じゃないようにして、はい、スケルトンの攻撃手はフォローで相手の厄介なカードを焼きながら1枚1枚ドローっていうムーブですね、はい、でここでペストさんのターンが終了してネクストさんのターンに移りました。はい、で、まあ、クリティカルトリガーのテキストでストライドする感じですかね。でここは、乗るグレード4は、まあ、ギアネクストですね。ギアネクストに。ね、はい。はい。結構このターン倒さないと厳しそうな感じですね。そうですね。多分ここで倒さないと、まあ、おそらくもうターンは返ってこないだろうな。はい。はい、超越ドーナスですね。ソウルチャージして、はい、3枚見て。でこれ確かクリティカルクリティカルヒールってまくっちゃって、で、まあ、ヒールをまくっても、まあ、相手のガリオンだったりナイトローゼだったりは耐えられないので、山からヒールを抜きました。はい、なるほど。ただヒールするというだけじゃなくて、そうですね、この後耐えられるかとかも計算してヒールを抜いた感じですかね。で、ブユラにこうした感じで、またグレード2を展開した感じですね。ここで、G1 の、アイゼン・クリトシがあったんですけど、ブユラに置きました。前に置いても5000要求しか取れなくて、まあ、おそらく攻撃が飛んでくるので、はい、まあ、そうやったら、まあ、ブイラに置いて、まあ、一応、まあ、山の1枚圧縮ということで。はい。で、これでアタックする準備が完了して、アタックに入ります。そうですね。はい。テストさん、このターン守れば価値が近そうですけど。そうですね。まあでも、ヒールあって向こうに除去がないので、はい、ここでネグロリリーの効果を使ってレイジを退却させてベイルを蘇生してその上に張り潰してレイジを出して、そうするとベイルは山に帰って、CB が1枚回復されるので、はい、実質的なジガーティアンに使うコストが削減できて、なおかつレイジ蘇生砲撃 CB2 で相手の1面を飛ばせるので、で、AV のアタックに入って、再スタンドを付与して殴っていく感じですかね。確か僕がこれ砲撃でヒール引いたっていう、なんか、すごい、トップトップで。なるほど。ただ、まあ、完全ガード自体はもうすごい落ちちゃってたので、はい。数値があんま出なくて、ね。はい、で G ガーディアンで守った感じですね。でここは1番目は鳥がめくれず2番目に入りました。これ2冠か完全ガードか迷ったんですけど、はい、別にあの番手に残ってても今で GB が7になったので、はい、開始トップで何か1以上引けばあの GB8 に乗れるので、ここはもうちゃんと完全ガードで取れました。はい、
とフェーズにフォロワーの処理が入ります。はい、でここは守った感じですね。でこれで1以上引いたので G ベイトにストライドして、はい、イモータルガレルそうですね、なり出した感じですね。で CB4 が残ってないんですけど、はい、ベイルがいるおかげでバトルフェイズ中に退却した場合に山の下に帰って CB 値回復できるので、はい、レギュラーボーンのスキルが実質的にかかんないので、なるほど、すごい要求値になってます、はい、ここでリアガードの攻撃が、ヒットしてゲーム終了という形ですね。はい、今回の試合は、ペストさんの勝利となります。ご視聴ありがとうございました。